方がちょっと茶色っぽいんですよね。そうそう、なんかねここおかしくない？でも恥ずかしいそう大人っぽくなった。今日はねブラウンメイクこんな感じで今日はそう、かわいいお湯やっほーそう、ワンピースです。今日はまだ投票モードにしない。ななみが最終日22日だから、その日に投票モードにしようかなと思ってて、あとちびっ子たちが26が最終日だから、そうそう、その日に、そうちびっ子たちは26日が最終日だから、その日にね投票モードにしようかなって思ってそう、ちびっこって呼んでるのちびっこたちねえちびっこ、ちびっこがちびっこ呼ばわり。私ね、え、待って、マネージャーさん、ちょっとね、ごめんね、ちょっとね、そう、確認したいことがあってNGT48 の単独選抜コンサートに選んでいただいたんですけれども、うん、なんかはい、でもまだ頑張りが足りないので頑張りたいと思いますそのコメントでさ来ててさ、え、これ言っていいのみたいな感じになって、そう、それでマネージャーさん、コメントでこう来てるんですけど言ってもいいんですかそしたらななみが見して言ってくれたそうね、うん、でもな、もっと本当にマジで、うん、頑張んなきゃいけないところがたくさんあるんでね、うん、そう、全部の内容言えないんでちょっとあれなんですけど、
そう、生誕グッズもね、そうね、こう公開されましたね。そう、今年と同じく生誕 T はあれなんだっけ、シンプルにして、でマフラータオルはね、めちゃめちゃこう丸がいっぱい書いてあるやつにして、の作り方になってるんです。丸の表情じゃなくて周りのやつそう、よくよーく見るとね、そうオムライスの作り方になってるんですそうそうなのこれでオムライス作れます、ほんとね、そうなの。間違えて星投げてもらった、あーららそう、今日はね、そう、かき鍋にして、めっちゃ空がこっち見てる、あのね、かき鍋にして、で、締めはね、ラーメンにしましたそう、私がなんか、うん、お鍋で締めラーメンっていうのもすごい、なんかあれで、安藤家いつも締めはうどんなんですけど、そうでね、一人暮らししてて締めっていうものしなかったんですよ、やってても。そう、でも頑張ったご褒美って思ってそう、しました。当たらなかった？今のところ大丈夫、お腹元気お腹元気だし、なんなら今いちごミックススムージー飲んでます、うん、そう、今牡蠣食べてるのそう、味噌仕立て、ね、いやー、本当になんかやっぱ、うん、頑張りますうん、頑張るね。選ばれたことに自信持ってね。いや、それが持たなきゃいけないんですけど、全然自分できてなくて、自分がね、思った以上にできてなくて、それに対して自分が一番悔しいって感じです。そう、だから、うん、そうなんです。わーわーわーわわうわうわ嘘を言ったってバレてるわ恋を感じちゃう女の子は踏んでないかって油断せず注意しなさい、わうわ私人深いのよ、もし遠く離れてもいつだって監視してますブロンジェらしいします。だってそういう歌でしょそう、違う、そういう曲じゃなかったっけ、なんかみんなのこと感じてるからわ
ゼロのそれすりつぶしいちごミックススムージーたっぷり果肉入り1日分のビタミンぶどうりんごいちご果汁45これですあのすりつぶしいちごって書いてあるやつ赤いやつですそう、あ、そう、書いてあるやつ全部読んだから、そう、すりつぶしいちご漢字でいちごミックススムージー、ここにいちごの漢字のここにたっぷり果肉入りって書いてあるでもこれね普通にスーパーで売ってると思います。いちご、いや、すりつぶしいちご、すりつぶしいちご、いや、いちごって読むけどすりつぶしが入るといちごにならない？コンビニもあるって。アンチカ好きじゃだって。アンチカってあんま呼ばれないかもありがとうございます。そう、今日はねちょっとオフだったのでやば、 BGM つけたいよ、やばい今日はねオフだからもう来ました。そう私巻き髪好きなんですよ。そう、ほら、そう、つぐみさんにねお会いする機会があって、会った時になんかその誕生日プレゼント何がいいですかって聞いたら、なんかあれ何でもいいよって嬉しいって言ってたから、どうしようそう、巻き髪がねいつか普通にできるようになったら巻き髪したいなって思います。自分だとさあれなんですよね、うまくいかない時もあるんですよね。でしかもさ、なんか今日新潟雨降ってるんですよ。湿気でねすぐね巻きが取れちゃうんです。そう、巻き髪スプレーもしたし、あれワックスもつけても私ストレートになっちゃうんです。そう、直毛なの。髪の毛がまっすぐ、そう、量が多い今 NGT 一番の毛量どうなんだろう。でもね、みはるさんも多いらしくて、そう、あとひなたさんもね多いって言っててね、どうなんだろう、どうしよう、どうね、ちょっと悔しいんだけど、ずっとできなかった部分踊るかもしれない、練習するかもオフ何してたんですか今日？今日は11時ぐらいに目が覚めて、11時前に目が覚めて、熟睡したって感じがしなくて、そうなの。そうで、朝は焼き芋あとさっきとスペアリブ買ったんだ
ちい。これヤヒコが歌ってる。理由は好きだから。そう、ヤヒコはね NMB さんがすごい好きで、ミルルン好きなんですよ。そう、あのスマホのロック画面とかミルルンさんなんです。選抜おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございますなんですけど、なんか素直に喜べない。とりあえず自分と戦います。悔しい部分の方が自分の中では多いので頑張る。マジ気抜けらんないから本当に頑張ります。でそう、陸泡なんですけど、そう、私なんか本気だねっていうふうにそう言われることが多くて、本気ですそう、だってメンバーが本気出さなきゃファンの方もこうなんかそれを見て応援したくならないじゃないですか。だから今回そう家族 LINE で、モバイルとメールとメールのアプリのやつを全グループ会員になって、いいよそれはなんかチーが好きねやりなみたいな感じでそう言ってくれて、そう全18票をね入れました。メールのアプリ、そう今回ね、そう CD 分ね、自分が3位以内なんて言ってさ、なんか自分がさたったの1票ってなるとちょっとあれじゃん。だから一番安い料金の値段になってしまうんですけど、やりました。うん、そうね。うん、分かる。解約忘れないように忘れちゃいそう。解約ってこう変な聞き、いつすればいいんだろう。柱を立てるって意味が分からないんだよね。どういうことですか。マネージャーさん、困ったらマネージャーさん、ああ誰のメール、まあ内緒で会員になる、会員1ヶ月以内早めにしないと。おお分からん。柱を立てるファンクラブ日本柱の会になって投票する。うん、今日はよくハテナが頭の中で飛びます。よくハテナがいっぱい飛ぶ頭の中で今日。なんでなんでだろう。今日なんか漏れてる。ちょっと待って、自分で言うのなんだけどさ、今日なんか漏れてるわ。画面越しの自分、今日ちょっと漏れてる。涙袋のなんか誰って感じだったから。
誰こいつって感じだったから。うん、本当にそう、もうめちゃめちゃね、もう昨日はね誰本当に鏡見るの嫌だった。生誕再生やの分かりません。いや本当にだっけ、なんか必ずやるっていうものじゃない教えていただいたので、でもまあ自分の中でやりたい気持ちはねあるんですけど、うん、常備系でね。そう、なんか今回その生誕祭がこうね私のなくて思い出したのがあって、そうなんかね誕生日になんか休み、お仕事のね休みを入れなくて、そうはちょっとちゃんと希望が通って、休みの希望がで、それに私はもう嫉妬して泣いたっていうのが懐かしいなって思いました。いつだったっけな、その出来事。お姉ちゃんの誕生日はなんか休みに実家に取ってくれたのに、なんでチーノだけ取ってくれないのって。そう、それだけで泣いた。懐かしい、そう懐かしいなって思いましたね。そうそうなの。そうね、そう1月ってやっぱ忙しいじゃん。そう忙しいのに、そう休み、それで泣いちゃった。そうなの、ななみ始まったって、みんな足投げとかお願いします。一生忘れないと思う。でも今はこう笑い話できてるからねいいんですけど。休み規模明日までなの。ああ、お母さんもそんなのこと言ってたな。休み希望、あ、今日も出たからって言ってた。あー、みんな足投げてきて。今でも泣いたりして、どうなんだろう。なお、ありがとう。え、ショールームします。そう、なんかここね、次の握手会が24日だし、22日は会いたいなって思ってました。ねえ、そう24日はサンタさんです。そう、ああとね、お姉ちゃんがなんか選抜選ばれたから勝てよって言われて、じゃあナイキのエアマックスが欲しいって言った。ね、お姉ちゃん。そう、エアマックス欲しくてさ、そう。
さクリーム色のやつ可愛いんだけどさね。ねえ30以内ねってなんかだんだん下がってない？ならいいよって言って昨日電話したらなんか5000円以内になってたし今日3000円ってどういうこと？ね。お菓子買ってあげるね。いいよお菓子な。お菓子はいらない。太っちゃうじゃん。うん。だってなる。しいないの。今年からいないの。私学生じゃないからいないの。あと1分だってもう。今年18だしさ。来年19だよ。あもう年取ったな。19だって。19にしてた。サンタさん学生限定らしい。ずるいことをするくらいなら遠回りさせてくる。あ違うっけ。なあ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 。ワンピースワンショルそうです。はいです。延長できないんです。私もできるもの鳴らしたいです。はいということで終わりにしたいと思います。ありがとう来てくれて。